お待た,せいた,しました,ただいまより自然エネルギー財団主催国際シンポジウムリビジョン2016自然エネルギー飛躍の時を始めさせていただきます本日司会を務めさせていただきます宮古清蓮と申しますどうぞよろしくお願いいたしますまず初めに自然エネルギー財団理事長 トーマス・コーベリエルよりご挨拶させていただきます <Good morning. S 3> おはようございます第5回デビジョン2016自然エネルギー財団主催の会議にようこそおいでいただきましたトーマス・コーベリエと申します 自然エネルギー財団の。理事長を2011年発足の当時から公営にも勤めさせていただいておりまして、非常に興味深く、大変やりがいがある立場です。再生可能エネルギーの展開政策について、全世界日本でこの数年間フォロードをすることができて大変。 楽ししく仕事をしております活動に対する関心も高まっておりまして私どもは今回の参加申し込みについても洪水のようになりまして圧倒されてしまいましてこの部屋については大混雑になる不安がありましたので数週間前に申し込み受付を締め切りました。少し空いていいてるる席がいると あると思いまますがオーバーバブッキングを恐れてておりましてそれは避けることができましたがこれだけ関心が高まって申し込み多数で困るということは嬉しい展開でした9月5周年の段階でもう一回毎年の年次の会議を行います最初の5年間を振り返りまして次の 5年間を見据えた会議を用意しております日本アジア世界の再生可能エネルギーがどのようになってきたかを考える会議があります昨年2015年全世界におけるソーダ風力それぞれの設置規模については50ギガワットそれぞれ新たな発電容量として拡大 いたたししました50ギガワットとはほぼ全て日本にある原発が全て稼働していた時に発電ができる容量です。それが毎年の割合で新たなソーラー、新たな風力ということで積み増し、上乗せが発生しております。昨年風風力力力はは原子力を全世界の設備容量で超えました風力は 今430ギガワット原子力については380ギガワットにとどまっていますソーダについては240ギガワットを達しましてもはや簡単に予測ができますがソーダーもおそらく原子力を超えるであろうとおそらく2018年には超えると予想して間違いはないでしょう最近 なぜ再生エネルギーがここで拡大をしたかといいますとコストが安くなってきたからです昨年の1年間で調達手順で新電力についてチリペルードバイなどで行われヨーロッパ各国でもありまして価格がもはや新たなた。 化石燃料による発電と同等もしくは下回っているもしくは新たな原発よりもはるかにコストが下回っていますヨーロッパでは風力ソーラーが圧倒的な発電に関する新規設備を占めておりましていずれもほぼ他の化石もしくは原子力が下がる中で圧倒的に増えておりましてその間下ろし 電気価格については極めて低い水準にある中で起こっています北欧でのスポット市場における電力価格はキロワットアワーあたり2から3円です大規模電力会社は石炭火力を閉鎖しており 原発も閉鎖しておりますなぜかと言いますと運営費さえカバーができないからですそれどころかレトロフィット回収コストなど無理ですし近代化回送のコストをかけないと運転を継続することはできず新たな安全性基準を原発について満たすことができず閉鎖に追い込まれています日本におきましてもこの一年間は再生可能エネルギーの生産が テラワットアワーで増大しており化石燃料による発電については45テラワットアワー減っておりまして原子力の再稼働の貢献については4.5テラワットアワーに限定されておりますので日本におきましても顕著な再生可能エネルギーの展開があり特にソーラーで顕著です日本の昨年の設備については中国がナンバーワン日本が第2の規模で拡大増設がありました日本の経済政策に関してです 日本においては停滞している日本の産業を再活性化する方針があり金融緩和により新規投資を刺激をし日本経済を再び活性化させるという策があります一部の苦情批判によりますと最高戦略の中では低金利と緩和しか含まれていないではないかという声があります一方で 電力市場で何が起こっているか、さらなる改革が導入されており、競争が導入されつつあります。これが場合によりましては、日本の政策の中でより効率的な経済実績が業界で発生をしている最善の効果がある政策があるかもしれません。今年の4月1日 小売市場完全自由化に移行したににどのようになるか予測はは容易なことではありませんしかし間違いがなく改革の機会があることは確実です恐らくはそれによって真の競争が起こり電気代が下がり日本の電力部門の近代化が起こると想定して差し支えないでしょう競争によって価格が下がることは 家計の消費者にとっても大きなメリットであり商業・工業部門にとってもコストが下がれば競争力が高まるという大きなメリットがあります。日本電力部門の近代化が起これば日本のハイテク企業にも効果があります。再生可能エネルギー関連技術の中でも日本にのみ適したものだけではなく 全世界で要求されている製品の開発にも貢献するはずです。このような日本の政策で再生可能エネルギーを拡大をすることは短期的に日本における電力供給に重要な ことだけではなく、日本の産業界において長期的に競争力にも貢献します。このような日本の展開をこれからも見つめ続けていきたいと期待しております。しかし何よりもまずは直近の本日のイベントを期待しております。このホールで期待ができる議論。 楽しみにしております本日は素晴らしいスピーカーを全世界からお招きすることができました知識能力情勢を日本で行い我々全てがお互いに学び合う機会が実現できましたまずはお二人の基調講演ヘンションエモリー米国からリー・ユンフン 所長はあ中国からです基調講演として世界で何が起こっているのか今非常に変動の激しいセッターについてご紹介をいただきます皆様改めてようこそおいでいただきました共に素晴らしい一日を過ごしましょうトーマス理事長ありがとうございました それではただいまより講演を始めさせていただきますまずはじめに基調講演姿を表す電力革命と題しましてロッキーマウンテン研究所共同設立者主任研究員名誉会長エイモリーロビンズ様よりご講演いただきますロビンス様よろしくお願いいたします 電力業界は世界で最も複雑で不可欠な機械とも言えますが今や電力によって得られた範囲や安全保障が危険にさらされております1世紀も昔の構成となっていますので今の状況に合っていません例えば顧客に対して他社が売るよりも 顧客が希望しているものを先に売った方が有利ではありますが顧客の方でも電子の購入について減らすことができより生産的に使うことができタイムリーに使うことができ場合によっては電力も自分で作り他社とも共有ができることに気がついてしまっています。例えばオランダの顧客需要化消費者です再生可能エネルギーを直接 他の顧客需要家から買い取ることができますいわばピアートゥーピアのウェブサイトを紹介しています電力取引でファンデブロンもともとフロムラソースという言葉で音楽のファイルソープサイトの電気版だと考えてくださいドイツの電量会社の幹部に会いましたオランダ在住で本人の電気についてはこの左上の男性から買っているそうですなぜかというとこの子豚が可愛いということで安いと いうことで、直接買っているということで、長い手書きのクリスマスカード、をこの男性から。受け取ったということです。どんな電力会社であっても、ここまで親しくお客様とお付き合いができるか、ブーブーという感じです。ディスラプター、そだかるような。 の方向から怖いい存在が発生しています効率的な利用ということで電力会社は売り上げ減りますし再生可能エネルギーも供給以上に発電できておりますし統合デザインでエネルギーの節減についてはより大きくでき安くできますし顧客のの好みによって市場の選択が起こります見えない形で電気がいつ使われているのか最適化できますし蓄電によってタイムシフトができるようになっておりますので 分散型再生エネルギーでの競争が激化しております新たなルールを導入することによってディスクリボードがシフトいたしますこの中でも大きな変化が起こっているのは新たなファイナンスの仕組みさらに新たなビジネスのモデルがありますここに八の目視力アルマゲドンのパックマン非常に早く動きます単に増殖するだけではありません指数関数的に増えていくんです一匹狼ではなく集団で狩りを 行いいまますす電力会社の収入を食ってて生きています併せましてもはや一世人宇宙人の世界になっておりまして電力会社のカルチャーも利害関係者も追いつくことができない速さで進化しています2014年8月全ての中央電,発電力発電所電力発電所は競争と呼ばれておりまして大きすぎて柔軟性がないしバックアップアワーにもやっていくことができないとグリーンピースがこんなこと言ったんではありません UBS でした まず最初の2つのディスラッターです。これによって電力需要の伸び方が逆行しています。先進国では減り、途上国での需要拡大も抑えられつつあります。例としてオーストラリアですが電気代を上げましてお客様の省エネを推進しルーフトップのサプライヤーに影響を及ぼしていましたが5年 経過をし需要が下がりルーフトップが増えていく中で。二千二十年の収益。の予想は。半分に。押し下げられて。しまっています。このようなパターンが複数の国で見られています。よく見えない。 ながら過小評価されているのはより効率的な使用が広がっているということです1975年アメリカ政府産業界曰く 一度の GDP を生み出すのに必要な電力については下げることは不可能であると言っていましたが1年後私は異教徒としていや67%を50年間で削減することができると予言をしましたこれまでのところ54%を39年間で削減することができましてそれはエネルギーの影響としては全ての再エネ拡大の31%の効果がありました。 それにもかかわらず今のところ既に起こったイノベーションだけであと3倍もしくは私が思っていた2倍の節減を実費の3分の1で実現することができます。5年経過をしたところこれでも控えめでもっと節減は可能であるということでほとんどの世界の電力は無駄にされています。効率技術は より早く改買われていないような効率的な資源について安くなり増えていきましてすぐに実現ができる果実の効果について収穫しても積んでもどんどん実がそれよりも多くなりつつあります。しかししかこれままでの節減と言いましても 近代技術と今のデザインで可能なことについてまだ表面的なことしか見ていないことになります。2050年の段階でアメリカのビルが電力の4分の3を消費しているんですがビルのエネルギー生産性を3倍もしくは4倍にすることができその場合ですと賞味現在価値で1.4兆ドルを節減することができ IRR33% ということで節減部分については原価の4倍。 になりますし、業界としても21%の irr でエネルギー生産性を倍増することが可能なはずです。エネルギー節減についてはディスラプトというのは断絶的なイノベーションで拡大し、加速することができます。統合デザインと呼んでいます。これによってビル全体工場全体え、車をシステムとして。 最低化をしまます。個別のコンンポーネントとししては扱いません。しばしば多く省エネをしたとしても小規模な節減あるいは節減をしない場合よりもコストがかからないので収穫低減どころか収益拡大を実現することができます。この点が非常に早く進展しております。ビルについて、 38%エンパイアステートビルのレトロフィット2010年にありました3年で改修ができたんですがその当時悪くないではないかと考えられましたそれから3年経過をして70%の節減でレトロフィットこの古い難い政府ビルデンバーにあるものを改修をいたしましたその結果半世紀も経っていたビルの効率は 最新のアメリカのオフィス以上に効率性が高いことになりまして真、まあ、新しいアメリカのオフィスといっても我々のロッキーマウンテンのニューオフィスの効率性の半分なんですセントラルヒーティング冷暖房機械がロッキーマウンテンの新しいオフィスにはないんですこの新しいビルで必要な技術としても技術は珍しいものではありません10年前から存在する技術なんです技術がポイントではないんですデザインを変えること どのように選択をしどのように組み合わせするかによって古い技術で可能なんですこのスケールベクターについては技術と同じくらいデザインをどうするかで影響があります新たなロッキーマンテンのオフィスを紹介します私の大好きな部屋はネガメカニカルドームと呼んでいます 床について例えば遺体が倒れているような鑑識のところで本来ボイヤやチラがあったはずであるとしかし設計上それがいらないことになりましたその結果25平方キロ節減できていますトップ20の最も北米で効率性が高いビルになっておりまして気候ゾーンとしても最も寒いんですが。 それにもかかわらず機械的な電弾簿がありませんコストプレミアムかつ回収は4年いらないと思っております無効10年間でさらに経験を積めばマイナスにすることができると思いますしヨーロッパの4万のパシフィピルに相当する効率となっております ドイツではあんまり太陽が出てなかったかとしましても我々の建物よりも5分の3しかエネルギーを使わないということでルフトップのソーラーについては全てここに写っている3階建ての建物の5倍電力会社は 顧客の需要が縮小している中で競合しなければいけませんが分散型発電と競合するだけではありません恐ろしいディスラプターの三つごと戦う必要があります節電技術はご存知かもしれませんが劇的に変化進化することがあり得ます例えばエジソンの白熱灯については効率性が11倍130年で良くなりました他の 照明も改善していたんですが突然稲妻のように白色 LED が出てきまして10年ごとに30倍効率が高い20倍明るくなりコストが10分の1になったということで2020年までには照明の3分の2を占めるでしょう照明が全世界の電気の7分の1を消費していますので LED を見るだけで歴史的な欠陥というかクラックが電力会社の古いビジネスモデルになることが分かります つまり今の電力会社について、キロワットアワーでお客様に売っています。望ましいサービスを売っているのではありません。顧客の効率性が高まると、コストが下がるというより収益が下がるというビジネスモデルになっています。他にこれほど早く変わるものがあるでしょうか。LED によって照明が光に変わりますが、太陽光 PV は光を電気に変換します。この5年間で、 隕石が当たったかのように電力会社が打撃を受けて潰されそうになっています米国では化石燃料は安く見えるかもしれませんしかし化石燃料のコスト破線ですこれが伝統的な発電所に給電されていますがそれに対してソーラー特にトーマス理事長が述べていたように風力が圧倒していましてその結果既存の ガス火力石炭火力原子力がもはや不採算であるということで閉鎖に追い込まれています。米国ののの電力価格の幅は 風力・太陽光の長期計画の名目価格の平均を下回るようになっておりますので、実態の価格もその結果、下がってきております。 このような加工傾向は今後も継続すると予想されておりますまた再エネに関しての燃料価格はゼロなのでスイッチを皆様が入れても電力会社が余計に儲かるということではないわけですまた新しい油性やガスを開発してしても次の開発プロジェクトはさらにお金がかかる太陽パネルはどんどん安くなってきてるわけです化石燃料は勝ち目があるんでしょうかブルームバーグはそうでない 言っております向こう15年の化石燃料原発の成長は半分になるそれに対して再エネの成長は倍増するということで。 さらに昨年の数字を見ましても20ギガワット予測は上回っていたわけでありますしたがってマーケットを見ましてもさまざまな証拠が見られます2011年から14年の間毎年近代的な再エネプロジェクトは80ギガワットをグリッドに追加し投資は2500億ドルまた2015年は3290億ドル 十億ドルの投資、そして百二十ギガワットが容量として付け加えられました。ですから古いシステムや産業を守り、新しい産業を受け入れないと、政策立案者特にに日本は世界のトレンドに遅れて遅れを取ってしまう反対な方向に。 えー、向かってしまいますので、えー、古い産業を丸むよりも新しい産業を入れることの方が好ましいすなわち適応をして 選択的により良いシステムを受け入れるそれが生物の進化のプロセスがそうであったように同じことが産業の選択においても進まなければならないと思いますまた系統から離れなくても消費者は系統と電力を交換することもできますし蓄電もできるようになってお金を節約することができますホノルルからニューヨーク を含む米国の5カ所で住居と商業ビルを比較しておりますがこ,こちらの棒グラフを見ていただきますと電力全体のうちどのぐらいの割合が系統から電力の供給を受けるよりもルーフトップの太陽パネルでより廉価に電力を確保できるのかこの比率を示しております。ご覧になって いただけますように、ほとんどの場所で、えー、この色がついている部分が増えております。再エネの再エネのコストがの方が 低いといととうことになりますまた電力会社の収益は2020年代に半分になりますしテスラのマイホーム用の電池価格が下がったということでこのグラフよりもさらに3年間ぐらい前倒しになると思います。また次には あ、そのハワイの事例で、あります。が、あ、半世帯のうち一世帯、は、あ、太陽光発電で、あります。また、あ、二十四時間のうち、時間調整を、を、を。 調整することによりまして多くの家電を昼間あ使うことができるわけですそして余剰の電力を電力会社はお金を払うことなくそれを確保したいと思っているわけですしかし消費者は今年のからスマート家電を購入することによりまして自分たちが使えるタイを当てている時間に家電の負荷の8割から9割 移すことができますので電力会社はあそのおお余分の収益の機会を失うことになります。うまた昨年え 米国の電力会社6社の太陽発電を抑えようとする料金体系を分析したわけですけれどもむしろ自覚的でありましてソーラーの採用が今後加速されるという結果が出ております日本ではさらにそうだと思います屋上のソーラーはグリッドよりも有効でありますので で IT と同じようにより廉価な再エネは増殖してきます。ですからもっと安くなればもっと買い、もっと安くなるのでさらに買うということになります。またスケールアップは様々な形になります。以前は大聖堂のようなその 発電所を作っていたわけですけど同じ資本で毎年工場を作りそれ以降その工場でソロナパネルをさらに作っていくことができますので電力をさらに大聖堂型の発電よりも多く 作り出すことができるわけでありますスケールアップが非常に早いわけでありますまたこのような状況であるにもかかわらず発電所や従来の化石燃料ベースや電発の方が安定しているので絶対必要だと言われるわけですけれどもまたそれに対して再害は不安定だと言われるわけですでも決してそういうわけではないわけですフランスのグリッドの オペレーターは冬の嵐の多い月で。 えそのフランスの風力発電の出力を前日に予測することができたわけであります。ですから需要もこれだけ予測できればという電力会社は恨ましがあるほど再エネを予測することができるわけであります。しかもジェネレーターを見ましても故障などもあるので大きな石炭火力や電発が故障いたしますと10億ワットが予想 外に数ヶ月また数週間再稼働できないということでありますで、グリードはまさに故障した発電所のバックアップとした他の発電所から電力を流すわけですしかし同じ方法でコストがしかも低く予測できるソーラーや風力の変動に対応することができるわけです予測ができますので他の再生エネルギーでバックアップを をして。変動の部分を補えば補うことができるわけです。ですから、再生エネルギーで再生エネルギーを補強しそのためには種類や場所で分散を効かせればいいわけであります。この例は。 テキサスの事例なんですけれどもシミュレーションの例でありますこれは米国の他のグリードに接続されていない孤立した系統であります2050年の夏の 負荷はピークがより低くより効率的な利用が可能であるとそして再生可能エネルギーを使いますと風力と太陽で86%まかなうことができますそして残りの14%は給電可能な際。 再生可能エネルギー、例えば地熱や小規模の水力、またバイオガスなどを燃やすことができるわけです。ですから、分散を効かせた再エネで100%供給をすることができます。しかもストレージが可能でありますので、エアコン用の氷、また電気自動車で充電すれば、他の再エネで再エネ、 の変動を補うことができまして。 その追加的なそのコストもなく、しかも余剰に必要な再エネの電力というのはたった5%になりますので、その経済性は非常に優れているということになります。これは理論上の話だけではないわけです。グリッドのオペレーターはさまざまな再エネをこのように統合しております。ドイツは2014年には再エネの比率は27%、昨年は30%。 3でありましたしかし他の4か国でヨーロッパではほとんど水力また再エネの規模が小さかったとしてもバルクストレージなしでより信頼性が高いのでデンマークドイツなどでは米国の10倍の再エネ利用となっております。昨年49の超 信頼性の高い、糖毒の電力は、ソーラーと風力だけ。 がエネルギー源でありましたオペレーターは公共楽団の指揮者のように全体を調整するわけであります一つの楽器が常に弾かれてるということではないわけですけれどもアンサンブルは継続的に美しい音楽を奏でることができるわけです日本の電力会社はは不安定になるとで,でもそれは分散がヨーロッパのように 聞いてないわけであります。すなわち一つのバルクストレージではなく、個々の個々の方法でグリッドを柔軟にすることができ、さまざまな風力ソーラーの変動を補うことができます。これは外電上のスケッチでありますが、供給曲線をここのここのつのリソースをコスト順に並べたもので。 ありますただ詳細はそれぞれの地元の状況によって異なると思われますがもう一つ重要な要素が分散発電でありますこちらはデンマークの32年間のシフト。 でありますけれども大きな火力発電の集中発電からブルーの風力今86%地元が所有しているわけですがそれから高ジェネ主に農業廃棄物などを燃やすこれが茶色で示されておりますそれと同時にグリッドを再編しておりますのでアイランド化できるマイクログリッドにしております。それによって設計上連鎖型の 停電はありえないような状況になります規制当局は様々なこのような要素勢力を管理しようとしております企業家はそれを加速しております現役の電,電力会社はこのような警告に抵抗するまたは無視をするまたは自ら変革するまたは衰退するのでしょうか であまり好ましくない考え方は競争相手の邪魔をする阻止をするとでも顧客がそれで苛立ちますので顧客はもっと早く離れるようになります。 また今のままでは資金繰りが悪化しますので選択肢がさらに狭まりますドイツでソーラーが全体の電力の5%の段階でヨーロッパの上位10社の電力会社の時価総額が半分になるビジネスモデルがそれによって破壊されたわけでありますドイツの発電のシェアはその化石燃料 が35年来で一番低く再エネが一番大きなシェアを確保することになりましたまた卸の電力価格も下がっておりますドイツの最も大きい株主株主ベースを持つイオンは大胆にも2つに分かれることになりました新しい半分は再エネベースで顧客中心そして株主は収益性のより低いレガシービジネスを引き ええー、えー、えーえー、つぐことに、えー、なりまして、ドイツの二番目の大きい電力会社 RWE も追随しておりますし、えー、フランスの DGS、えー、など他の電力会社もおこのおお方向を追随しております。多くの電力会社の幹部はああ、ええー。 バリューは価格を思わなければならないということを忘れがちであります競合,会社が競合会社がより高いバリューを提案すれば顧客はそちらの方に流れるわけであります今のままでは電力会社は持続いたしません例えば自動車産業の歴史を振り返っていきたいと思いますニューヨークの5番街1900年代の写真でありますけれども最初の車はどこに あるでしょうかしかしこれが1900年で13年後の写真を見ますと番街で馬車というのはほとんど見当たらないわけであります。 バシャあの産業は適用するために数十年あると思っていたわけですけれども、N ・イーフォードのモデル T の台頭とともに13年でモデル T 型の新しい車は62%価格が下がったわけであります。したがってその家族が車を持つというマイカーは10年間でその保有割合が8。 から80上がったわけでありますまた応答論なども出てきたということでソーラーモジュールは5年間で80%安くなったということでありますので馬車産業のような考え方は危険でありますしかしまだ見られるわけですけれどもここマリー・ストロングは化石が全て燃料の中にあるわけではないと言いました。しかしかルルポンの元会長ルガーウーラは 古い考え方の会社は問題ないというのはこのような会社はより長期的に見ると生き延びることができないからであると言っております変革のスピードは現役の企業が規定するのではなく新勢力が規制するわけです今までのビジネスモデルにとられることもなく社風などにとられることもないわけです投資家はお客様よりもさらに資本市場で選択をするわけであります。 資本市場は、サプライズがどこにあるか常に探しているわけであります。資本市場で、そのトースターに向かっているということを気づくつけば、パンが焼ける前に投資家はお金を移すわけであります。 では株価ですけれども、これはソーラーシティが電力を供給するようになったわけですけれども、株価の推移であります。米国の4番目に大きい電力会社、エクセロンと比較したところであります。またテスラモーターの ですけれどもその2013年に創業以来 GM の時価総額はそのために半分になりましたしテスラは台数でいきますと GM の0.6%しかも生産してないわけであります投資家は今まで大型株などで傷を負っております IBM も生き延びましたが本当に大変な時期もありました PC はもう生産しておりませんで投資家は新たな銘柄に投資することによって収益を 見出したわけであります現在多くの投資家はエネルギー産業に注目し今変革の時であると感づいておりますので落ち着きがない状態でありますでこのような変革というのは幹部の人気よりも短く多くの企業文化が垂れることができないほど高いスピードで変化をしているわけですジャック・ウェルチが言ったようにもし外の世界の変化のスピードが最大の変 このスピードよりも早ければその会社の終わりは近いと言っております。この左側の偉大な会社はイオンや RWE が行ったように右側のに移行するのでしょうか？NRG。NR G はの取締役の決定が最近あったわけですけれどもどちらのカテゴリーの方を皆様は選択し奨励しますでしょうか現在のエネルギーの編成変遷は基本的ということのみならず元素や要素のレベルで変わっております最初の産業革命は炭素ベースで繁栄は石炭石油をベースとしていたわけですしかし今は炭素の時代は古くなりシリコンの時代になっておりますシリコン マイクロチップ通信やソフトの,の変革によって人々はネットワークでつながっておりますしシステムはスマート化しておりますシリコンパワーのエレクトリックスは電力を添加することができますし管理も精密に可能でありますですから電力を管理することができるわけでシリコンの太陽パネルなどは時刻の日の 口で鉱物を掘り出さなくても太陽という点を見上げればエネルギー源を確保することができるわけです日本国民の四分の3は飛躍をおおお 求めているわけですえるまあ、買わずは日本の場合遠くと飛ぶわけですでもまだ水の音を今待っている状態です待つのではなく行動を取るべきであります日本は新しいことを決断すればどの国よりも早く実施できるわけであります日本はまさにそのような国でありますですからエネルギー企業を機能をさせそして日本人は勤勉でありますそれによって産業も 栄えます。ですから、再生エネルギーがフェアに競争できるようにすれば、繁栄するわけであります。ですから、既存の電力会社が再燃を拒んでいる体制を変えていかなければなりません。必要なら独立に運営できる全国グリッドを再エ用に作るべきだと思います。 エネルギーをより多く売るということよりも顧客のためのグリッドが必要であります企業家と消費者とともに電力会社にも投資機会を提供しイノベーションを促進し やはり競争は公平でなければなりません。技術や種類、規模、場所にかかわらず、また誰が所有している事業にかかわらず、公平な競争を許せば、日本の安全保障や安定性も改善いたします。日本は再び火を創造することができるようになるかもしれません。エネルギー源の今までのものは日本を苦しめてきたわけであります。新しい太陽光日本の 国旗への日の丸の太陽に切り切り替えるべきであります皆様の選択次第でありますご清聴を感謝いたしますロビン様ありがとうございました本日の発表資料の一部はすでに自然エネルギー財団のウェブページでご覧いただけます残りの発表資料につきましても近く掲載を予定しております ぜひご活用ください続きまして、基調講演中国の気候変動対策目標とエネルギー転換と題しまして中国国家発展改革委員会国家気候変動戦略研究国際協力センター所長李淳夫様よりご講演いただきます李様よろしくお願いいたします こんにちはこんにちは一言しか日本語ができません中国のエネルギーの移行について話をします10年ほど前 中国の報道について毎週中国は一つの石炭火力を新たに新設しているという報道がありそうではないと私は言っていましたそうではないと1週間に1基どころか2基新たに作る必要があるという時代がありました2005年から2011年100ギガワットの新設 が必要でしたので、石炭火力の新設と言いましても一週間に一つ増やすだけでは足りない。二機増やさなければ急速に拡大をしている電力中に対応することはできないという時代がありました。しかし大気汚染の問題がありますし二酸化炭素の排出の問題が。 あありりまましししてて中国としてもエネルギーを変える必要がありましたトーマス理事長が「タバコを吸うか?」と聞かれて「いや吸ったことはない」と言いました。いやタバコ吸った方がいいのではないかと。毎日スモークが発生しているのだからみんなで吸い込んだ方がいいのではないかとジョークを言われました。ともかく中国では移行しなければいけない変えなければいけないということになりました。何点か紹介します。 中国のターゲットです。なぜこのように変革が必要であるのか。中国がこれまで何を行ってきたかさらにどのようにして全世界で連携協力ができるかです。ご存知のようにエネルギー変革ターゲットがあります。公害を対 オン温暖化ガス対策があります。2つの期間があります。まず2020年までの目標ということで、古今東国家主席が2009年に発表しています。ニューヨークで紹介をしていました当時、中国では GDP を引き上げるための減単位を下げる必要がありました。2015年。 と比べて40から45%下げるとさらに非化石の割合を増やすと8%から15%化石以外のシェアを増やすということです森林も増やすという計画がありましたその後習近平政権に交代をいたしました2年ほど前2014年に習近平国家主席が発表しております 同じく北京でオバマ大統領と APEC 首脳会議で首脳会談があり紹介をいたしました3つの要素がエネルギー関連でありまして第1に現単位2030年までに中国は60から65%を 二酸化炭素の排出についてピークは2030年ご度にピークということでそれより若干前か後かずるかもしれませんが2030年あたりにピークということで非化石の割合についてはおよそ20%に引き上げるということですこれは大変重要なコミットです。 中国が INDC を国連に提出をする中でこれらが重要な要素となっていました。最近かなりの対策が取られています。エネルギーの転換かつ炭素減退を下げることで対策が取られています。昨年および昨年2014から2015年。 すでに減単位は2005年に比べても大きく下がっています。2005年に比べて33.8%減単位下がっています。2020年までおそらく中国は目標達成ができると考えています。40から45%で目標ではなく50%減単位を下げることができると考えられており、非化石の割合について2 0 0 0年。 え五十について十一点二パーセントですが昨年十二パーセントでした。とりわけ再生可能エネルギーのターゲットは二千十五年までに達成ができています。例えば昨年風力がすでに百二十ギガワットここに書いてある数字よりも大きくなっています。 それから一年経過をして2015年風力については30ギガワットを超えましてソーダ PB について15ギガワットを超えました上のセブンです。この今全人代が行われていますが13時5カ年計画が決められています。特にエネルギー 分野非化石とりわけ再エネについては2020年の目標を変えております風力はもともと2020年については200ギガワットでしたがそれを情報修正して250ギガワットになっていますソーダについては当初の目標が50ギガワット100ギガワットの情報修正 していますので、ここまで大きく変わりつつあります。なぜ中国はこのような変革戦略が必要であるのか。汚染を大気汚染を管理し、温暖化ガスに対応しなければいけません。大変深刻な状況となっているからです。エネルギーの変革については短期ではなく、長期的な戦略です。習近平国家主席が述べています。 エネルギー革命が必要であると、温暖化ガスを減らし、大気汚染をなんとかしなければいけないということです。2013年、習近平国家政権2013年の夏、国務員から大気汚染行動計画が発表されておりまして、主な目標は石炭の生産消費を制御することでした。一部のターゲットはすでに 達成がされています大気はまだ綺麗ではありません希望しているほど綺麗ではないかもしれませんが様々な措置は取られており一定の前進はあります2015年石炭の消費2015年においてはすでにその対前年度 について2億トン削減しております。石炭発電についても170テラワットアワー減っております。つまり石炭が占める割合が4.5%です。その結果、非化石の 増大がありまして、二百テラワットアワー分置き換えて。いまして、それは。再エネ。で、水力、風力、ソーダなど含めて十八パーセントです。二千十五年の終わりには。中国の再エネによる発電は。すでに。二十四点八パーセント。あ、もしくはほぼドイツと同じです。 アイモリー・ロビンズが言及していましたがドイツは2728%発電で再エネということですが中国はすでに24.8%です2020年までにはさらに30%を超過していくと考えていますこのような転換エネルギーに関する中国の転換については実際に始まってはいるものの希望通りにはいっていません。しかしかままままだ始始っったことは始まっています 燃料に関しては2030年に向けてそして2050年に向けてさまざまな計画があるわけなんですけれども2015年にはこの石炭単位でこの5億トンほど必要であるというふうに予測されておりましたけれどもそれよりも低いこの低いものとなっております4.6ほどです。5年前には 中国はこの石炭を65億から75億トン必要であるというふうに考えていたわけなんですけれどもおそらく50億トン以下で大丈夫であるというふうに現在では予測されています炭素の排出に関して見ていきますと2030年までに中国におきましては12億トン になるというふうに予測されていますけれども、現在ではおそらく100億トンがピークになるとご考えております。2016年時点ですでに97億トンとなっております。つまり今後15年の間にに参加 体質炭,炭素の排出の増加量はえ大変少なくなっていくということです。予測されているよりも低くなると考えられております。今後も努力をつれ、努力を続けていきます。また、中国は世界各国と協力していきたいと考えております。 2007年に国際会議にイギリスで参加をしたんですけれどもその時に次のように申し上げました中国には助けが必要であるとエネルギーの移行を中国がするためにはそしてこの低炭素の社会に社会に中国が動いていけばおそらく世界もその恩恵を受けることができるであろうというふうに言いました炭素というのは まず全世界でこの中国が30%を占めておりますので、エネルギーの移行を中国がして低炭素社会になることができれば、全世界がその利に資することになるというふうに申し上げました。ですから世界各国で協力をしていかなければいけないと考えます。これは G7 の首脳が。 首脳が出したこの発表でありますけれども、21世紀の末までに化石燃料を使うのをやめていこうということで合意しました。昨年習近平国家主席が訪米をした際に 今後、この再生可能エネルギーをどんどん使っていくということを宣言いたしました、そしてこの原子力についても開発を進めていくということを言いました、多くの方から聞かれたんですけれども、中国が原子力に関しては目標を持っているのかというふうに聞かれております、それに対してはノーです、非化,非非化石燃料に関しましては目標を持っておりますけれども、原子力に関しましては目標は明確には持っておりません。 3.11のこの大地震以降、それを深刻に捉え、原子力に関するこの戦略を変えてきているからです。2009年、原子力の戦略は積極的に原子力を採用していくということでした。しかし今後はこの安全に。 原子力発電の開発をしていくという方向に転換をいたしましたそういった意味で中国は世界各国と協力していかなければいけません第十三次五カ年計画におきましてはイノベーション革新的で調和したグリーンで開放的な共同戦略を目指していこうと考えています共同戦略というところが大変重要なんですローレンスさんもおっしゃっていましたけれども ロビンス先生もおっしゃっていましたけれども1900年にはほとんど車はありませんでしたがその技術が世界各国に急速に広がっていきそしてこの全世界で人々が自動車を使うようになりましたそしてこの30年前にこの北京でもこの日本よりも多くこの自動車を使っていきたいというふうに言いましたそして現在では北京におきましては 技術を共有ししたことにによよよりりりままてて東京よりも多く自動車が走るようになっております低炭素でクリーンな技術を共有していくことによりまして素晴らしい世界を一緒に作っていくことができると思います汚染のないそして低炭素な社会を一緒に作っていくことができると思います。 日本を含めて全世界と協力していきたいと考えております私のプレゼンテーションは以上ですご清聴ありがとうございました美様ありがとうございました以上をもちまして基調講演を終了させていただきますここでセッション1の準備をさせていただきますご着席のまま少々お待ちください